みなさん、こんにちは。しおりちゃんのしほです。はい、というわけで今回ね、私ね、やっとというか、ちょっと早い方なんだけど、なんと、スマホデビューをいたしました。ちょっと声が、遠慮がちに。まあ、それはしょうがないよね、遠慮がちにね。でもまあ、スマホデビューっていうか、しほちゃんはなんだろう。1年生の時から一応ねガラケー持ってて、で途中でアンドロイドに変えたんだよね、うん、まあ、料金が変わらないっていうので、電話ソフトバンクさんに勧められて、そうね、いずれねスマホになるならっていうことで、あとなんかキャンペーン中でめっちゃ安くて、でスマホにしたんですけど、そうするとね、家で使ってた Wi-Fi に接続して動く iPhone、うん、まあ、動画見たりするだけのやつと2台持ちみたいな感じで ね、うん、ちょっとね、使い勝手が悪いと。あとですね、外に行った時に、今TikTok をね、めっちゃね、ひよちゃんも自分でバンバン撮るようになっちゃって、そう、もうママとか全然もう関わって、まあ、コメントチェックとかもちろんしてるんですけど、管理はねだけど、撮るのとか全然もうしほちゃんが一人でやってるので、外に行った時にね、ママの携帯をね使うのがね増えると、ママがちょっとイライラしちゃうんですよ。わかります？ね、いいんだけど、貸せないんだけど、充電がもうすごい減るじゃん、ぐっと。で、うちあれないんだよね、なんていうの、なんとかバッテリー、外でさ充電できるやつ、携帯を充電できるバッテリーがないの。モバイルバッテリー我が家に実はなくて、YouTuber には珍しいのかもしれないけど、実はないんですよね。だからちょっと車の中ででもね、充電してはしてるんだけど、もうほんと車から離れちゃうと充電できなくて、しほちゃんがこう勝手にね TikTok をポンポン外でこう撮ってね、充電がどんどん減っていくのが、やっぱ、ね、ママもやっぱね、一応いろいろね、スマホ使うじゃん。大人はやっぱ使うので、ちょっとね、それにちょっとママが限界になってきました。っていうのもあります。ね、はい。そう、はい、Wi-Fi も1個しかなくて、うちね。ないね。だからなかなかこのなんかすごい不便だったの、とりあえずね。そう、とりあえず不便だった。で、もう2台も持ってるし、でももう周りのお友達も習い事とか電車で行ってる子とか行ってますよね、4年生でも。そうなんです。そう。ね。持ってる子は持ってて。そうなんです。ね、そうなんです。全然ね、こう、使わないっていう家庭も、使わなくても全然生活はできるんですけど、ね。一応、しほちゃんは YouTuber なんで、一応こう スマホというかね、活動できるこの TikTok とかも上げてるし、うん、まあ、インスタとかもたまにね上げてもらってるし、うん、たまにだけどね、たまにでも写真とか自分で撮ってくれたりとかしてるし、撮ってるんです。そうなのでね、はい、もう、はいはい、デビューしちゃいました。みんな持ってる？4年生だと4年生友達で本当に少しだけど持ってるよね。 LINE とか最近交換したりしてるんです。それとあとなんか iPhone というかスマホ持ってても、まあ、やっぱまだ LINE はしてないってお友達も中には4年生はいますね、はい、それはご家庭のこのねお約束ごとの中で、はい、うちは一応決まったその何ママも知ってるお友達限定で OK してるんで、あとLINE はママのチェックがあるんです。ちょくちょくあります。勝手に変なことできないようにやっぱね親が管理しないとその辺は、なのでママはちょくたまにだけど、毎日はさすがに見ないけどスマホの LINE チェックしてます。でもしほちゃんね豆な方じゃないので結構なんか見てないとか多いんですよ。いや見てるよ、ちゃんと見てる。見てないじゃん、なんか昨日の夜とか来てたのとかさ、次の日の学校帰ってきてから気づくとかさ、普通にあるよね。結構ね、しほちゃんはね、豆じゃないんですよね。だからあんまりこう、LINE とかバンバン送るようなタイプじゃないので、まあ、そこはね、安心して。あまり依存しちゃうとね、携帯いきなり持ったらもうずっと携帯離さないとかじゃ困っちゃうんだけど。
あとまあ音楽聴くのが好きだから音楽が入ってるのと、あと、はい、まあ YouTuber はもちろんだけど、アメパ TV と、あとネットフリックスとかね、そういうのももちろんね見てるね。そう見てるんです。もう大好きだからねその辺はね。その辺も最近入れてもらってね。そう最近な、いや本当に入れてもらいまして、まあその何その入れてもらって、何それ、めっちゃ嬉しかったんだもん。だってうそうだよね、今じゃ本当にね、楽しいです。はい、じゃあこの先、はい、ここぐらいでいいですか、ママとね、じゃあ、あとは中身はね、あんまりママも詳しくしてないので、しおちゃんのきっと整理整頓してるんだろうかな。なんかよくママの携帯見て、ママこんなに何アプリあって整理しないのとかすごい怒られるんですよね、ママ。しおちゃんの携帯はきっと整理整頓ができてるんでしょうね。楽しみですね。こんなに楽しみですか。変なの入ってないの？入ってるわけないじゃん。もう画面録画してますか？してません。してください。じゃあ画面録画してもらって紹介してください。はい、あでも小学4年生がスマホデビューしたてのほんとスマホなので、皆さんがこうなんかもう、はい、すごいアプリとか、もう皆さんが知らないようなアプリとかは絶対入ってないと思うんで、入ってません。まあ、しほちゃん今こういうの入ってんだなぐらいで見ていただけたら、ね、今の時刻は18時39分になります。はい、はい、というわけで早速紹介していきたいと思います。でね、最初のページは特にね、入れてない、もともと入ってたものが入っています。写真とかカメラとかマップとか天気とかメモとか設定とか、ね、いろいろなのが入ってます。で、ここからが特に使うものを紹介します。まず LINE ですね。友達とか、まあ、家族とかが家族とかとまあほとんどしないんですけどね、一応入ってる、やってるわ一応。しほちゃん、ね、パパがさ、スマホなくした時にかけてもらう。ああ、すぐなくすからね、パパね。しほもなくすよ。そうね。しほちゃんにね、LINE しても絶対返ってこないんだよ、返事が。すみません、外からなんかさ、しほちゃんに LINE してさ、なんか言いたいことがあるの全然気づかなくて。遊んでるんだもん。だって家にいるのになんで気づかないの？宿題やってるんだもん。そんなに集中してんですか？うん、すみません、それは。携帯下にあるじゃん、リビングに。あ、そうなの？で、上で宿題やってんじゃん。ピコリーンってなっても気づかない。そうか。はい、すみません。あ、で、次に、あ、ごめんなさい、画面暗くなってました。で、次に隣にあるのが YouTube と再生数とか見るアプリです。これも YouTube とかよく見てます。で、次に TikTok ですね。こちらも。すごく使ってます。で、あと Google マップとインスタ。インスタとかはね、みんなもう知ってると思うんで開かないんですけど、はい、まあ見る専門だね。見る専門です。ほとんどね、ママが上げてくれるので、写真撮ってママに LINE で送ってから上げてもらうみたいな、ママに。だから見る専門です。で、次にしめじが LINE とかするときにキーボードあるじゃないですか。あれの写真です。ちょっと LINE 開いてさ、キーボードだけ見せていい？今のキーボードは何ですか？ちょっと待ってくださいね。あ、やっぱり、あ、待って、やっぱり LINE にする。今のキーボードは、こちらの、シロンのね、写真でございます。本当にシロンって可愛いんですよ。うん、見にくい、ね、見にくくない、ね、いや、見にくくないんです。もう慣れちゃって、もうね、普通にシュ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 って打ってる。ママからするとめっちゃ見にくいんだけど、よくできんなと思って。いや、これが 見やすいの。そうなの。見やすくなくない。で、そのしめじは誰に教えてもらったんですか？ももかちゃんです。そうね、ももか先輩に教えていただきましたね。はい、で、次に、うん、アメバ TV です。よく見てます。今日好きとか恋愛系見てます。はい、はい、で、次に写真とビデオってやつなんですけど、編集、写真と動画の編集アプリと、スマホからチェキにやる機械と連動してるアプリとか、
と酢のソーダ、あとパパから教えてもらったやつが一つ入ってるんですけど。何パパから教えてもらったの？何それ？名前とトヨタの何これ？ユーライクユーライク、うん、最近あの使ってないんですけど。使ってよ私はソーダとスノーが好きなんでそっちを使っております。そうだね。で次に便利ツールっていうのがあるんですけど、便利ツール特に使ってなくて、まあ、一応カレンダーとかが入ってるんですけど特に使っておりません。で次に隣にあるのゲームなんですけど、まず一つの画面、この画面が特に使ってるゲーム、最近してないんですけどゲーム、これが特に使ってる、あとはほぼ使ってないけど、とりあえず入れた感じ。すごい、何ページあるのゲーム？やばくない？1ページ、2ページ、3ページ、4ページ、5ページ、6ページ、7ページ入ってます、どんだけゲーム入れてんの？それこの前パパの携帯でリミが入れたのがあって、それが連続入っちゃったの。あ、そうなの？使ってないのもあるの、必ず。そっか。とりあえずね、あとその中で一番やるのは何ですか？マイクラと、あ、マイクラね、ひまちゃんに教えてもらった猫ホッピングと、あ、ダンシング、あの音楽に合わせて押すやつ、あやつです。ダンシング、友達によくゲームを貸してて、で、あのミニオンの、あ、なんていうの、あった、ね、走るやつ、うん、が友達とかがよくやってます。しもちゃんのスマホで遊ぶの。そう、ゲームがいっぱい入ってるからでしょ。そう、めっちゃゲーム入ってるからめっちゃやるの。貸してあげてるからね。貸してあげてます。で隣に計算機とミラーがあるんですけど、ミラー特に使ってないんです。どれ？そこ開いてください。ミラーね。ああ、それね。ね、まだね、設定してなくて画面が真っ黒で使えないので使ってます。設定してください、ぜひ。でも使ってぜひ設定してくださいね。はい。はい、で次にこっちなんですけど、こっちはね、何も使っておる、あ、一つ使ってるのがこちらの音楽ってところの。あ、思い出した。ネットフリックスです。ああ、ネットフリックスね。ネットフリックスで。入れたてのネットフリックス。そう、ネットフリックスで愛のりを見てます。また恋愛系ですね。今シーズンなんだっけ？シーズン3。もうシフォンが好きすぎて2、3週してるんですよ。テッパリンが好きすぎて。もう一回するね。切れちゃうんだ、これ。ホーム画面に戻ると切れてた？うん、もう一回ですよ。じゃあ、よう相乗りに夢中になってたらね、そう、切れちゃいました。なのでね、うん、もう一回します。じゃあもう、その話はいいですね、相乗りで。あともう、目覚ましとかも最近使ってなくて、うん、あと下にあるね、下にある4つのやつを紹介します。これはGoogle、Google じゃない、でも検索するやつよくやってます。よく知らないことを調べてます。で、これがメッセージっていうのかな。LINE とは違って、それであとだから、スマホじゃない、 LINE をできないお友達とは電話番号でたまに交換したりして、交換したりして、で、で、これがよく使ってる音楽アプリ、アップルミュージック。アップルミュージックで、これね、ダウンロードすると好きな曲がね、もう何回でも聴けるっていう、めっちゃいいんですよ。めっちゃいいんです、これ。なのでよく使ってます。で、隣が電話。何が好きなの？歌。歌はね、この中に入ってるのね、ほぼ好きなんだけど、アタチカナ。そう、アタチカナのフレイフレイ、私とロキと夏祭りと夏祭り、打ち上げ花火と金曜日のおはようと、あとロケットサイダーとかパプリカとか、本当にね、ボーカロイドも好きだし、本当にいっぱい入ってるんです。使った方が得だもん。そう、西野カナさんとかも好きですね。引退しちゃったね。うん、そう、引退しちゃったの。もったいないね。あ、じゃあ私のはこれでもう終わり？終わりですかね、うん、まあね。あ、あとここ天気とかよく見てます。あ
はい、はい、こんな感じですかね。はい、はい、まあね、デビューしたてにしてはすごいゲームの量でびっくりしました。あとリミのあのパパの携帯から連動みたいなやつで、やばいよ本当に。あ、じゃあこっちで入れたら勝手に入っちゃう。勝手になんかね、一時期入るときがあってやばかった。なんでって入ってるみたいな。連動してんのかパパのと。なんか連動してんの、なんでって思っちゃった。あのあれがあれかな、そのパスワードみたいなのが一緒だとパパが入れたらみんな行っちゃうの。パパが変なの入れたら入っちゃう。そうだ。あ、でもね、ちょっと変なの入ってんじゃないの。え、でもねでももう入んなくなっちゃったけど、一時期一時期入ってたの。そうなの。しかもゲームだけ、ゲームだけ入ってたの。エッチーゲームとか入ってるじゃん。入ってない。はい、はい、いいですかね。じゃあ以上でございます。はい、はい、まあね、そこまでね、スマホを持ち歩かないのでね、はい、お出かけするときは持ち歩くけど、まあ寝るときとかこの辺にポロンっていつも転がってる。充電してます。そうだね。あんまりこうね、執着がないので、ママもその分まあ困ってないというか、安心して、まあスマホデビューできたかなと思いました。はい、まあでも早いけどね、まだ4年生って早いじゃんってみんな思うかもしれないんですけど、まあね、やっぱ YouTube 活動しているので、いろいろね、 TikTok とかいろいろこう撮ったりもね、はい、頑張ってるので、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。はい、はい、以上です。はい、ということで今回ね、あのデビューしましたという動画になりました。それではバイバーイ。グミ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 ペア、惨事なおやつだ。